はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽田良次でございます。我が党の東京都北区支部長佐藤圭介がツイッター始めました。我が党ともどもよろしくお願いいたします。まだ寒いのに新宿アルタ前で頑張る左翼の皆さん。3月26日ですから土曜日ですか、画像提供いただきました。安倍政治許さないがですね、ようやっと倒せ岸田に変わったみたいですね。これは共産党本部の決定ですんで、地方の支部は本部の意向に従って、倒せ岸田のプラカードを大急ぎで作るように、我が国の集団的自衛権を否定するくせに、自分らは野党共闘を進めたい共産党の上り。ちょっと裏返しになってますけど、チェンジ野党共闘かなんか書いてある上りがありました。野党共倒れでお願いします。維新民民が野党で、立憲共産社民令和は特殊野党ってことでいいのかな特殊野党。まあ徳和って何でしたっけ、特定アジアの略が徳和でしたっけ。特定野党でもいいかもしんないな陸自のプレス向け資料で予想される新たな戦いの様相としてですね、テロやサイバー攻撃とともに反戦デモを敵と例示しておりました。武力攻撃に至らない手段で自らの主張を相手に強要するグレーゾーン事態と。つまり、グレーゾーンな敵である。まあ、武力は使わないものの、まあ、テロとかだったら武力使ったことになるのかな。武力というか暴力ですかね。テロの場合は。と表現しまして、プレス向けなんで、メディアの連中に配ったところ、記者から不適切だと指摘を受け、修正したそうであります。共産党のね、国だっていう、すぐ怒鳴る凶暴な議員が国会で指摘したそうであります。ネットの反応です。間違ってなくね？事実じゃね？事実だから仕方がない。日本はスパイに寛容すぎる。日本の反戦デモは、日本を武装解除しろっていう意味だから間違っていない。反戦デモを見れば敵であることは一目瞭然。どこが不適切だよ。その通りじゃねえか。まあ、その通り敵だって意味ですね。図星刺されて記者が発狂したんだな。なぜか反戦横断幕に艦隊時。平和を訴え武力闘争。平和を訴え武力闘争。救助を守れって言ってるやつがナイフで人刺したりですね。これ救助ナイフ言いますね。立川あたりで表現の自由だと言いながら、通りすがりの高齢者にタックルかましたやつがいましたね。表現の自由タックル。まあ平和を訴え武力闘争っていうね。アルタ前、改憲、戦争阻止。の連中がこちらであります。全学連と全身チャンネルっていう上り旗見えますでしょうか。ブルーの左側の2本ね。全学連は共産党であります。全身チャンネルは中核派であります。こいつらが訴える反戦とはですね、武装解除イコール降伏のことなんですね。9条ともども、日本人は黙って殺されろをやってるわけで、まあ陸自のというか、帝国の敵で、全く寸分の間違いもありません。まあ陸自さんはね、ちょっと抑えて、グレーゾーンの敵ってしておりますけど、正真正銘敵です、こいつら。平和活動は防衛妨害活動であるし、反戦活動っていうのは、外観誘致活動であるし、ですから、皆さん、騙されませんように。街で、こういうの見かけたら、あ、防衛妨害活動してやがる。外観誘致活動をしてやがる。って思ってください。中共式のですね、山村革命は目指さないと宣言した共産党が不満でですね、飛び出していったのが中核派であります。山村革命っていうのは、毛沢東がやったですね、田舎の方から手中に収めて、どんどん中枢に、登っていこうっていう革命の方式ね。これはやりません。まあ、暴力革命を、諦めたっていうことではないです。これはやめます。山村革命はやめます。共産党が決めて宣言したところ、内部のですね、とりわけ凶暴な連中が、そんなの嫌だっつって飛び出していったのが中核派。今では仲良く外観誘致活動をしております。貧すればドンスって言葉ありますけれども、組織の高齢化と資金難に追い詰められて余裕もなくて是非もないんでしょうかね。かつて不満で飛び出したところと仲良く集会をやってやがるということなんですけど、ロシアとウクライナの戦争について令和日本政府はあくまで中立で、橋本徹、玉川徹、ウクライナはとっとと降伏しる、胸をでもウクライナも悪いんですよ、こういうふうなことを言ってる連中に対して細谷雄一慶応大教授、国際政治学だそうであります。侵略から国民の生命を守るために自衛的措置を取る行動は合法であり正当な行動だ。侵略的な武力攻撃、さらには無差別な一般市民の殺戮は国際法違反だ。情緒的及び感覚的にロシアもウクライナもどちらも悪いと論じることは適切ではない。と話しまして、反響があったみたいであります。ネットの反応です。橋本なんか言えよ。先に手を出した方が負け。侵略したロシアが絶対悪。不利になったらどっちもどっちって言い出すと思ってた。北海道を攻められても日本も悪いんですよなんて言われたくない。正当防衛を否定するようなもんだし、両方悪いと単純化してる時点でペテン。どっちもどっちを言い出すやつはそう言ってれば楽だからだ。というような意見ありました。国民の生命を守るために自衛的措置を取る行動は合法であり正当。これ自然権って言いますね。人は愚か、動物にさえ自然に備わってるんですね。死にたくないであるとか、傷つきたくない、殴られたくない、痛い思いしたくない、奪われたくないっていう権利であります。9条は日本人のこれを否定してから早く消せっつってんの私は、自然権、日本人の殺されたくないっていう権利を否定してますからね。9条はこんなのねとんでもねえから早く今すぐなくせ、私は言ってますけれども、地政学、善悪でなく損得で判断、まあ議論されてんのが善か悪かっていうですね、そこにかこつけて宗男もですね、橋本も言ってますけれども、ウクライナには殺されたくないっていう正義がありますでしょ。で、ロシアの正義はよくわからない。疑心暗鬼でありもしない危機感からウクライナに殴りかかったのか、変でも理解できなくても、ロシアにはロシアの正義があるんでしょう。まあ最終的にはですね、勝った方が正義ってなるのが歴史であります。善悪じゃなくてっていう、極端な話なんですけど、ロシアがですね、このまま連戦連勝して、ポーランドからチェコからフランスからドイツからイギリスから滅ぼして、アメリカも滅ぼして、全世界統一したとする。その時に国際法違反だなんてならないじゃないですか。まあ最終的には勝った方が正義ってなっちゃうんですよね。まあそんなことはありえないとは思いますけれども、極端な話ね。極端な話。ロシアが世界統一しちゃったら国際法もクソもねえ、善も悪もねえって話。だが、どっちも悪いじゃあ、ロシア制裁に加担できないんですよ。一応ね、善も悪も国際法もねえっていうのが現実なんだけど、帝国、日本としては、ロシアは悪いっつって、制裁に加担した方がええ。一方的に武力行使を始めたロシアが悪いと断じてですね、勝ち馬に乗るのが帝国の利益と考えます。G7 ね、英米華仏独。スペインって G7 に入ってなかったっけ？まあまあ EU つってもいいな。西側諸国ですか？勝ち馬に乗るのが、帝国の利益であると思います。ロシアを悪と断じて、ロシアの他国侵略を失敗させてですね、ボロボロに弱体化させて、北海道侵略されないことが帝国の正義ですよ。もう70年もね、領土侵略されてる敵国だから。ロシアは。で、この時に、ロシアが悪いって決めつけて、弱体化、なるべくさせるのが、帝国の利益であるし、帝国の正義ですよね。橋下徹、ロシア用語がうまくいかなくて、最近なんか精神不安定みたいですね。ツイッターでやったら長い長文出すんだって、3つにも4つにも分けて、で、何書いたかわかんないらしいんですけど、こんなのテレビに出し続けて、大丈夫なのかな、思いますけれども、まあ、もともと敵国なんだからさ、ロシアはさ、北方領土を盗んでる。そこが、なんかやらかしたのは、ロシアが悪いっつって攻め立てるのが、帝国、日本と日本人の利益だし、正義だ。ってことですよね。まあ、善悪関係なく、そういう視点で見るな、というのを私はお勧め、したいと思います。デトックスジャパン。